二百五十 c c クラス最後のワールドチャンピオン、青山博一二千九年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第六十一回大会となる。モートジッピークラスはブリジストンタイヤのワンメイクとなり、予選専用タイヤは廃止になった。他にも経費削減のためのルール変更がなされ、金曜日のプラクティスセッションの短縮、電子制御、サスペンション、 ダウンチコントロールシステム、セラミックブレーキの禁止、シーズン中に使用可能なエンジン数の削減、テストセッション数の削減などが決定された。このうち金曜のプラクティスセッションについては、危険であるという各チーム監督の主張を受け、第3戦スペイン GP 中の競技の結果、第4戦フランス GP から元の1時間へと延長された。250cc クラスは、 翌2010年シーズンから4ストローク 600cc のもとにクラスに再編となったため、このシーズンが最後の開催となった。2009年のグランプリ開催スケジュールは2008年10月24日に修正された。もともと2009年9月20日にハンガリー GP の開催が予定されていたが、オーガナイザー側がドルナに2010年までの開催延期を申し出た。 GP の舞台となるバラトンリンクの建設工事が遅れているためである。開幕戦カタール GP のモートジッピークラス決勝レースは悪天候のため4月13日に延期された。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モートジッピークラス 250cc クラス 250cc クラスワイルドカード。 代理ライダーの成績 125cc クラスカタール、GP では規定周回数を満たさなかったため、ハーフポイントが与えられた。125cc クラスワイルドカード、代理ライダーの成績モート GP クラスマニファクチャラーズ、ランキングオーストラリア GP において、ロリス・カピロシ社のエンジンの世界を行ったことにより、鈴木はマニファクチャラーズポイントについて10ポイント減算のペナルティを受けた。 2009年度から規定された新ルール終盤7戦で各ライダーが使えるエンジンは5機までに違反したためである。250cc クラスマニュファクチャラーズランキング 125cc クラスマニュファクチャラーズランキングカタール GP では規定周回数を満たさなかったためハーフポイントが与えられた。すべてのチームがブリジストンタイヤを使用する。中1、ミカカリオは ブルノ、インディアナポリス、ミザノで、ケイシー・ストーラーの代役を務めた。中2、ミッシェル・ファブリツヨは、ブルノで、ミカ・カリオの代役を務めた。中3、アレックス・エスパルガロは、インディアナポリスとミザノで、ミカ・カリオの代役を務めた。またマレーシア GP、バレンシア GP で、ニッコロカ・ネパの代役も務めた。2009年1月9日、川崎は、 モートジッピー活動休止を発表した。しかしドルナとの交渉の後2009年2月26日にマルコ・メランドリの一大体制のチームで参戦を続けることが発表された。2009年3月1日、新しいチームはハヤテレーシングとして活動することが発表された。ありがとうございます。